きょうの県内は各地で気温が上がり美郷町帝と西都市では5月の観測史上最高の気温を記録するなど各地で真夏日となりました。こうした中、気になるののが台風2号の動きです。 大型で非常に強い台風2号はフィリピンの東の海上を北上しています。今後、南西諸島で動きが遅くなる見込みで、週の後半には次第に北東に向きを変える可能性があります。県内への直接的な影響はまだ不透明ですが、明日からは梅雨前線の影響で雨の降る日が多くなりそうです。